はい、皆さんこんにちは。ヨーヨー世界チャンピオンの周高田です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、皆さんに紹介したいヨーヨーがございます。僕のモデルのループ720なんですけど、 Twitter とか Instagram で先に情報を知っている方もいると思いますが、ゴールドループ720が発売されます。早速ですね、皆さんにお見せしたいと思います。こちらです。じゃじゃーん。やばくない？1997年のハイパーヨーヨーブームになったゴールドファイアーボールっていうのがあるんですけど、それのデザインのサンプリングをして今回作ってます。ちなみにこれがその時のゴールドファイアーってやつです。このゴールドファイアー、これ激レアなんですよ。マジでレアで、確か認定店である一定のレベル以上、確かスーパーレベルぐらいだったと思います。ちょっと僕そこ詳しくないんで、もし知ってる人いたらコメントしてください。確かスーパーレベルまでを認定店で先着300名ぐらいにしか配ってないやつで、なんでマジレアなんですよ。で、このヨーヨーをゲットできなくて悔しい思いをした方も多いと思うので、今回はこちらのですね、ループ720のゴールドバージョンぜひゲットして当時の思い出プレイバックしてください。やばい、ついに出ます。このループ720ゴールドバージョン、当時のこのゴールドファイヤーとですね、比較しながら見ていきたいと思います。今回はですね、ヨーヨーファクトリーアンノーンっていう、まあ、ヨーヨーのデザインブランドとコラボして作っています。なのでここにですね、オフィシャルアプローブドアザーアンノーンプロスピナーとですね、書いてあります。ゴールドの感じが若干当時のゴールドファイヤーからしたらちょっと薄めの金になってますが、高級感がその分増しました。結構ですね、もうブリンブリンな感じになってるので、ぜひゲットしてください。もうね、反射めちゃくちゃするんですよ。自分の顔とかもしっかり見えるぐらい反射するので、ゴールドの感じも自分で持っててたまんないですね。じゃあループ720見ていきましょう。ループ720はですね、もう普通に中身は720です。スターの部分まで金メッキ加工がされてあります。で、今回ついてるスペーサーなんですけど、両方ともパープルがついてます。通常のベッドのスペーサーと同じ高さです。なのでもう開けポンで開けてヨーヨーすぐできますね。一時期のループ720が結構戻りが強くて、その当時に買った人だと、もう720イコール戻りが強すぎるヨーヨーみたいになっちゃってるんですけど、そこからちょっとこう改良を重ねてスペーサーももう安定するようになってきたので、このパープル、まあ、レッドの高さめちゃくちゃやりやすくなってます。この後ですね、このゴールドバージョンちょっと振っていこうと思うんですけど、もう開けた状態そのまんまの感じでストリングつけてやっていきたいなと思います。ツイッターでは先に観測書かせてもらったんですけど、ちょっとこのメッキ、金メッキのおかげで重たく感じるんですよ。多分そのグラムにしたらそこまで大差はないかなと思うんですけど、なんか重たく感じる分スリープがすごいしてる感じがして、めっちゃ使いやすいです。今ですね、キティストリングのノーマルのオレンジをつけています。ちょっとですね、5分前ぐらいに開けて、まあ、軽くループしたぐらいなんですけど、もうこの開けてすぐの状態でアラウンドザワールド何周するかちょっとやってみたいと思います。いきます。やばくないですか？開けてすぐの状態でこれですよ。ほい。ループもですね、すごいしやすいし、スリープもするし、ちょうどいいぐらいですね。戻りのめちゃくちゃ強いループ720と、赤青のスペーサーのハーフのループ720、ちょうど間ぐらいの感じになってます。このノーマルの状態でちょっと戻りが強いなって感じる方は、僕の入ってるフィストサルっていうヨーヨーチームから出てるループストリングっていうストリング、ちょっと細めのストリングがあるんですけど、それを使ってもらうと結構ベストなフィーリングになるかなと思います。で、両手につけるとまあこんな感じですね。めっちゃ綺麗、ピカピカですね。ほんとこんな感じです。ぜひ皆さん、このループ720ゴールドをゲットしてたくさん遊んでください。というわけで皆さん、紹介お付き合いいただきありがとうございました。ぜひこの動画気に入ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと質問などがありましたらコメント欄にコメントお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。
Thank you.